私の声が聞こえますか？目を覚ましてくださいませ、勇者様。俺が勇者？まさか、そんな、何も思い出せない。大丈夫ですよ、少しずつ思い出しましょう。まずはお名前から。ロビリア国を救った勇者です。さあ次は、魔王城であなたがギールを撃ったあの日のことを思い出してください。魔王城、ギール。ああそうだ、俺は仲間と一緒に魔王城に乗り込んだんだ。とうとうここまで来たぜ。魔王ギールはこの階段の上だ。奴を倒せば俺たちは英雄だ。英雄？ああそうだな、俺たちの手で必ずこの戦乱にピリオドを打とう。勇者よ、案ずるな。魔王にさらわれた貴様の恋人はきっと無事だ。さあ行こう。勇者よ、お前の愛しい人はまだ生きている。女の命を救いたくば、ここから先は一人で来い。クソ、なんと卑怯な。みんな、すまない、俺一人で行かせてくれ。なんだと？お前正気か？いざとなったら差し違えてでも魔王ギールは必ず俺が倒す。だから俺を行かせてくれ。愚かな。一人の女のために何万もの人命を危険にさらすのか。しかし、貴様のそんな甘さが私は嫌いにはなれない。勝手にしろ。だがお前がやられた時は俺が魔王を倒して英雄になるぞ。あなたみのアルテマとマーナの神が坊ちゃんを守ってくれますよ。ご武運を。ありがとう、みんな。彼女はどこだ？我に勝てたなら返してやろう。さあかかってくるがいい。思い出せるのはここまでだよ。それでこの後、俺はどうなったんだ？あなたはその言葉通りギールを打ち果たしました。でも勇者様は命を落とされてしまったのです。
ああ、そういうことか。じゃあ、ここは天国かい？いいえ、違いますよ。よく周りをご覧ください。勇者様、首都グランダムの風景は覚えていらっしゃいますね。あなたの勇気に免じて、神様が特別に5日間だけ。あの日以来、行方不明のままの恋人を探すのも、救った町を巡るのもあなたの自由です。ただし、あなたの体力は刻々と衰えていきます。それだけ注意してください。あ、そうそう、あなたの命が尽きるまではこの地に夜は訪れません。わずかな時間を有効に使えるよう神様がご配慮くださったのです。今は月曜ですから、土曜の同じ時間にお迎えに上がります。おい、嘘だろ。ちょっと待ってくれよ、天使さん。坊ちゃん、お帰りなさい。ああ、ジーカ、なんだか妙なことになったらしい。そのようですな。で、神様にいただいた5日の余命をどうなさるおつもりで？坊ちゃんのことだ。あの天使が言うように、行方知れずのいい人を探しろでしょうな。ああ、もちろんだとも。と言いたいところだけど、一度死んだショックかな。彼女のことが思い出せないんだ。世界中の誰より愛していた。それは強烈に覚えている。だがそれ以外はさっぱりだ。なあ、ガキの頃から俺の面倒を見てきた G なら何か覚えてるんじゃないか？すみません、坊ちゃん。わしも年のせいか、このところ物忘れが激しくて。でも大丈夫、各地を旅すればきっと思い出せます。もちろんわしもお供しますぞ。このグランダムを離れる前に、王様と王女様に辞去のご挨拶をされてはどうですかな。改めてこの王都グランダムを見ると、他の町の何倍も大きく、生活も豊かだと感じますな。よろしく。わしはこの町にいると、国の東で大勢の人が死んだのが、わしも坊ちゃんも確かにあのひどい有様を目にしたし、魔物とも必死で戦った。だけど勝者は誰だったのか、この町の繁栄を見ると分からなくなるのですよ。年寄りの愚痴です。忘れてください。
お主が魔王を討つまでは国中の者が魔王打倒で団結し他人を思いやっておった。それがどうじゃ、今はみんながあれが欲しい、これは嫌だと口を開けば勝手な文句ばかり。まだ魔物はそこら中におる。なのに国中に問題は山積みじゃ。頭が痛いぞよ。お主がフローラと結婚し王になっていれば強い指導力で国を導いてくれたであろうにな。お主が待たれよ勇者、お主に渡したいものがある。思考をよれ、魔王ギールを討ったお主に褒美を取らせよ。代々の王を何度も苦悩から救った究極の宝じゃぞ。人生を悟るために必要な唯一無二の品じゃ。大切にするがよかろう。さて坊ちゃん、何らかの町に着きましたぞ。ああ頼む。何らかは交通の要所、そしてマーナー協会の町ですな。マーナー協会のサラというシスターがいなければ先の戦は負けたでしょうな。何しろ彼女一人で無理人やあなた身を説得し参戦させたのですからね。この機会に会っておかれてはいかがですかな。なかなかの美人だそうですぞ。Thank you.
私はマーナ教会のシスターでサラと申します。あなたのおかげで魔王の脅威は去りました。ですが今も未来に希望を持てない人が大勢います。こんな不安な時だからこそ心に安らぎを与える大聖堂の再建が急務だと。私ぶしつけなお願いですが、勇者様のお力をお貸しいただけませんか。なんとかしよう。神様、思い切ってお話しして本当によかった。大聖堂を建て直すためには24万ゴールドの資金が必要です。それからもう一つ、戦時中に行方不明になったご神体瑠璃の御柱を探し出さねばなりません。勇者様ならきっと何とかしてくださる、そう私は信じております。